ラエ,ラエ、ラエは、アルゼンチン国営放送、ラジオナショナルが運営する、国際放送サービス、アルゼンチン海外向け放送、ロドヨーニフッソヨン、アージェンティナールエクステリアの略称である。RAE、英語あるいは、ラえと発音される。1949年4月11日、フアンドミンゴペロン大統領の命により発足した。 アルゼンチン共和国国際放送、セルビチオ・インテナス・ヨナル・デラ・リパブリカ・アーゼンティーナ、略称、シラが前進。7つの言語による単発体での24時間放送が実施されていたが、1955年9月の軍事クーデター、ペロン政権崩壊後、シラは一旦敗退。1958年2月12日、アルゼンチン海外向け放送、 ラジオジフシオンアージェンティーナールエクステリア略称ライとして海外向けの放送を再開。1964年9月14日、日本語放送開始。1988年12月、発電所の故障に伴う深刻な電力不足に対処するため、サマータイム制が導入された。以後、カジカに入りしている期間に限り、ライの番組も放送開始時刻。 アトックが一律で一時繰り上げ。2013年5月現在、アルゼンチンの公用語でもある、カスティーリャ語、スペイン語をはじめ、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、中国語の発言語で短波放送を実施。2013年2月12日、来放送開始55周年を迎える。2013年5月13日、 第中国語放送を開始。2017年5月2日、アルゼンチン国内の単波送信機の故障に伴い、英語、スペイン語放送の送信機で臨時送信を開始。2017年5月17日、その他の言語でもみからの臨時送信を開始。ニュースやアルゼンチンの話題のほか、アルゼンチン単語をはじめとする音楽番組の制作に力を入れているが、海外向けの番組、 スペイン語、外国語とは別に、アルゼンチン国内及び在外アルゼンチン人同胞を主に対象としたアルゼンチン国営放送、ラジオナショナルの番組、サッカー中継などの単発体でのサイマル放送も一部の時間帯で、見している主に外国語の放送が休止扱いとなる日曜日。以来の公式ホームページでは休止扱いとなっている。 アラビア語を除く8つの言語で、アルゼンチンのニュース、話題が紹介されているが、言語セクションごとに扱うテーマの差異が分かり、例えば、日本語セクションのページでは、伝統音楽など芸能に関する記述が多く、更新ペースも比較的緩やかであるのに対し、2013年5月開設の中国語セクションは、スペイン語ソースの翻訳だけでなく、アルゼンチン、 中華圏間の政経交流及び国内外の事事についてもタイムリーな報道を行っている。なお、台湾経過経によって送還されたブエノスアイレスの中国語新聞アコンテイ週刊が反対時の活字で印刷されているのとは対照的に、ラエの中国語ページは中国本土、シンガポールなどで使用されている反対時の本土で表示されている。ともに、 ブエノスアイレスに設置。なお、この送信書は国内及び近隣諸国の視聴者を対象としたアルゼンチン国営放送ラジオナシオナルの再送信業務も兼ねている。ただし、電波にかけられている指向性によっては東アジア向けの日本語放送のようにアルゼンチン国内での受信が困難な場合もある。二千十八年十二月一日現在の放送時間。 周波数は、下記の通り、出力1 0 0ット中継局を介さない南米からの電波、しかも当初は、出力が5 0ットと小さかったであることに加え、同一及び隣接の周波数で、日本の近隣諸国の放送局が放送、政治的に対立する国、地域間のジャミング合戦も頻発、日本での受信は、困難を極め、 幻の放送局と呼ばれることもあったが、ライブストリーミングの開始により、状況が大きく様変わりした外部リンク参照。なお、アルゼンチン国内で、サマータイム、夏時間が実施されている期間に限り日本語放送も、開始時刻が1時間繰り上げられていたが、2009年の夏、日本では春以降サマータイムの実は見送られている。 2017年5月17日より、アルゼンチン本国の送信機故障に伴い、身からの臨時送信を行っている。過去に放送を行っていた、言語別セクションのうち、アラビア語セクションにましては、アラビア語に堪能な人材が確保され次第活動を再開するとしているが、かつてのオランダ語セクションのように、正式な配分が決定された場合、 もともと必ずしも十分とは言えない国からの海外向け放送への予算配分がさらに少なくなる可能性があるため、それを回避するためのポーズであるとも考えられる。老朽化が進む送信設備の更新、維持に必要な費用の負担をアルゼンチン政府が財政難を理由に拒んでいたため、短波による海外向けの放送が2011年以降、継続できなくなる可能性が出ていた。 2011年1月3日、短波放送の存続が決定した。各言語別セクションは、短波放送の存続を嘆願する、胸の電子メールを、つぼね宛てに送信する様、視聴者に対し支援の継続を呼びかけているが、世界金融危機以降の景気交代で、国の歳入、主に税収が、大幅に落ち込む中、他の国営メディア、国内向け内でも、各種支払い、職員給与、 番組制作費などの遅延が日常化している。日本からは短波放送存続を求めるリスナーの大量の電子メールが届き、それに驚いたアルゼンチン政府は新しい短波送信機購入の予算をつけることを決定した。2011年11月現在、送信機の設置は行われていないが、短波による放送は存続している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。